起源スピノサウルスはスピノサウルス科に分類され、1912年にエジプトで発見され、古生物学者によって命名されました。スピノサウルスは非常に大型の恐竜であり、全長は約12から18メートルにも達することがあり、ティラノサウルスよりも大きかった可能性があります。スピノサウルスは恐竜の中でも水陸両生生物として知られており、肉食恐竜であり、魚類や他の小動物を捕食していました。主に水辺で生活し、魚を捕食するために適応した体の構造を持っています。スピノサウルスは他の恐竜とは異なる特徴的な形態で、背中に大きなセールを持っています。そのセールは、体温調節のためのものとする説や、水中での推進力やバランスを助けるための構造であった可能性も示唆されています。また、スピノサウルスは非常に大きな歯を持っており、特に前肢にある魚を捕まえるための長い歯が特徴的で、彼らが主に魚を捕食していたことを示唆しています。さらに、スピノサウルスの尾は非常に長く、この長い尾は水中での巧妙な泳ぎや狩りに役立ったと考えられています。また、尾の先端には魚を捕らえるための特殊な構造があったとも言われています。スピノサウルスは映画ジュラシックパーク3で有名になりました。この映画ではスピノサウルスがティラノサウルスと対決するシーンがあり、恐竜ファンに広く知られるようになりました。スピノサウルスは白亜紀の終わりに絶滅しました。その絶滅の原因については複数の説がありますが、大量絶滅事件の影響を受けた可能性が考えられています。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。